それでは行きますよ。テレビアニメ第3期放送記念、帰ってきたギャラクティかわいい選手権。わー、すごい。みんな覚えていますか？ギャラクティかわいい選手権、あのかつてイベントみんな記憶を取り戻して覚えてはいるか覚えている。あ、じゃあルールの説明をね、じゃあみんなのために。そうですね、ね、初めてご覧になる方もいるかもしれないので、あやねちゃんの顔を見ていただいてもいいですか？ちょっとどういう顔ちょっと七変化がすごいんですけど、どういう顔見てるのかもわかんない。どういう顔見てるの、笑ってるのか泣いてるのかもわかんない。マジのホラー顔じゃん。進めていただいてもはい、あの今のうちにルールを説明しますね。はい、笑う前に。はい、あのルールはね、簡単なんです。今からね、シチュエーションに応じたセリフをより可愛く言えた方が勝ち、優勝、勝利ということで。まだ見てんのかよ。シンプルですね。いや、どっか見てた、別のとこ見てる。あやねちゃん、どうもない、何もないよ、あそこ。何もない、あそこ、何もないよ。壁なんか、あやねちゃんにしか見えない、何みたいな。怖いな、遠い空を見てるんや。はい、ということで、あの、今回はシチュエーションに応じて、相手役が必要になるので、頼みます。私が、あの、進行を務めつつ、お相手役も務めさせていただきますので、頑張って頑張ります。